はい、東京ステーションの小麦パン粉です。ちょっとね、今日は電車ゲームなんだけど、パズルゲーム、電車のパズルゲームをちょっとやっていきたいなって思います。よろしくお願いします。行くぞ。このね、なんか同じ種類の電車を3両以上をなぞって連結していくと、こうね、長く連結すると高ポイントらしくって、すごいね、電車がね、走ったりするんですよ。つながる場所がないときはドクターイエローボタンを押すとかき回すことができます。なるほどね。まああれですね、つむつむみたいな感じですね。あれを想像していただけたらいいかなって思います。よし、やってみましょう。レッツゴー。よし、こんな感じですね。こういう感じで多分つなげていけばいいんだと思う。ちょっとパンクはね、実はパズルゲーム苦手なんですけど、やるのは好きなんだよ。でもね、得意ではないんだよね。こんな感じで、お、いいじゃん、いっぱいあんじゃん。ちょっとね、失礼だけど、ちょっとね、反応があんまりよろしくないのは、ちょっとたまに傷なんですけど、めちゃめちゃ面白いですよ。こんな感じ。ドクターイエロー使ってみたいけど、ドクターイエローどこにある？あ、これか！ドクターイエロー。でもドクターイエロー必要ないな。ドクターイエローを使うと、なんかないなっていう時に、ここをね、シャッフルすることができるんですけど、ここにある。ドクターイエロー。でも今は必要ないかな。面白ーい。こんな感じでね、どんどん繋げていきます。時間が、やばい、そろそろ来る。やばい。ハイスコア更新。そう、さっきやったらね、試しにやったら600何とかだったんですけど、1578いきました。どんどん慣れてきた。おめでとう。面白いんですよこれ。結構電車とか乗ってる時さ、暇じゃん。そういう時にやるといいかもしんないってパンコ的には思いました。この電車を揃えてね、もう一回やってみよっか。あ、この電車を揃えてねって書いてあったから、緑の電車を揃えるべきだったのか。パンコは説明書はあんまり読まないタイプだからさ、全然わかんなかったわ。そうなのね。じゃあ緑をやった方が良かったんじゃん。やばい、緑全然ないじゃん。別にいいのか、他のでも。緑をやった方がいいんだ。あー、なるほどね。そうすると電車走るのか。なるほど。やばい、全然緑出てこないけど。全然出てこんよ。緑の電車、あ、来た。次違うの、これだ、赤だ。あ、面白い、そういうこと。やっと理解できたわ。ゲームの理解力が遅すぎてさ。次何の電車だ。次何ですか。赤。無理だ、無理。ちょっと待って、ちょっとまだ無理。やばい、あ、来た。ちょっとまだ無理だな、赤無理だな。あ、やばい、前走行してるうちに時間がなくなってきちゃうよって。どうしよう。あ、来た。あ、なるほどね。あ、やばい、まだ足りない。あー、全然さっきの方が良かったんだけど、ポイント。なんでって。もう一回やってみましょう。よし、緑いきます。あ、無理だ、まだ。あ、違う。緑できる場所がない。来た。えい。こんな感じですね、緑っていうのは。よし、走った。やっぱめっちゃすごい。大量発生してるけど。よいしょ。いい感じなんじゃない？ちょっとスピード感が出てきたんじゃない？来た。違う、反応がちょっと悪いな。よし。やばい、ちょっと無理だ。どうやったらいいんだ。やばい、反応が悪い。来た。どうしよう。どこをどうしたら赤を連結。来た。よし。なるほどね。よし。来てるよ。できてる。あー、終わってた。あ、ハイスコア更新した。よし、なんとなく分かってきた。なるほどね、やっぱこの上に出てる電車をどんどん揃えて、この電車を揃えてねって書いてあるやつを連結させるといいらしい。これ
パン粉ね、テトリスとかめっちゃ好きなんですけど、それに似ててめっちゃ面白い。やばいかもしんない、今までやった電車ゲームで一番面白いかもしんない。え、こういうちょパン粉はね、こういうゲームが好きなの。もう始めちゃった、また始めちゃった、ちょっとやめましょう、もう今日はこれで終了しましょう。はい、以上私小麦パン粉でした。ぜひね、次も新しいゲーム探してみますので、皆さんもこのゲームやってみてはいかがでしょうかって言いながらもう止まりません。まったねー、バイバーイ。